どうもこんばんは、ミッドナイトイーグル鳥の人です。はい、こんばんは。今回の動画がですね、よく行く心霊スポットの、八丁湖という場所に、また行ってきたんですよね。っていうのが、八丁湖の中に黒岩横穴群っていうもう一つ心霊スポットって、よくネットで書かれているような場所がありまして、ちょろちょろとは鳥さん一人で行った時とかにちょっと映していくぐらいだったんですけど、最近になってからそこの穴が結構見えるようになってきて、じゃあそこ定点行くかなっていうことでね、今回ね行ってきました。最初に言っちゃいますと、結果的に失敗しました。停電がなんだかわからないけどライトが落ちちゃって、熱暴走なのかな、ちょっとまだよくわかんないんですけどね、映像にちょっとならなかったんで、一応この映像の一番最後にその定点、全然確認してないんですよね。だからそのままポンって載せちゃいますけど、載せておきます。はい、途中から多分どっかから、ライトが切れてると思います。あとはいつものコースになっちゃいますけど、練り歩きです。はい、で次にちょっと考えているのが、八丁湖の一番奥の地獄谷とかっていうの合戦場があった場所、湿地帯になってるんですけどね、そこが。でそっちの方も映像としては1個もないんですよ。そっちはニコニコ生放送の配信で行ったぐらいだけ で電波がプツ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 しちゃって帰ってきたところなんですけど、逆を言うと今年の初めに、2019年の最初、八丁湖のところで変なものを見たところ、はい、に今度行ってきたいと思います。ね、マコダも、ね、今元気ですね。あとはリスナーさんがタッチで張っちゃいまして、なんか防空壕とかいろいろ向こう側にあるよって教えてもらったんで、ね、ちょっとそれも調べておきます。はい、今回もね、ぜひともよろしくお願いします。はい、ミリオセンちゃんよろしくお願いします。今日は定点です。はい、定点します。これ雪寒くいいか、白飛びさん、かっこいいじゃん。やだ、今日食べてきたんだよね。そう、136っていうラーメン屋さんね、超美味しい、東松山にあります。至る所から猫出てくるからね。ね、でね、今度は行きたいところがあるんだけど、俺たちが今から行くのはここね、黒岩横穴群、うん、で、この前リスナーさんがいたのはここ、うんうんうん、で神社が上にあるのがここなんだけど、こっちの奥のコース行きたいので、ここで変なもん見たんだよ。そこちょっと行ってみる？いいよ、ちっちゃいカメラの方だけど、なんか正月に俺明けましておめでとうございます配信みたいな、あれで来たじゃん。うん、やってたね。あの時に逃げてきたんだ、そこ。それから怖くて行けないんだよね。こんなんあったっけ前？なかった。あれ？入れないように？かな。この向こうは何があるんだろうなってね。ねえ。もう全然見えない。何？ここカメとかいるよ、そういえば。カメいるの？うん、この前見た。カメ見たい。あとでっかい。レッドテールキャット、魚、うん、それは熱帯魚なんだけど、みたいなナマズがいる。ナマズいるの、あ、いや、なんか来たじゃん、びっくりした。なんか影動いてると思った。あ、もう一匹いるんじゃない、ほら、なんか来た、もう一匹いた。増殖してんじゃん、増えた、自動で増えるね。だから家で3人で来た時に、ここのドアみたいなところの左側の棒あるじゃん、切りかわかんないんだけど、なんか白い棒みたいなのが立ってて、それがブワッて なくなっちゃったの。そう、ここ なんかいたんかねっていう話しててね。
こんばんは。こんばんは。この間の。どうも。パッと似たやつ。あの動画も見させていただきました。ありがとうございます。これからあの横岩郡に。あ、行くんすか。はい。はぁ。思い出。猫ちゃんが来ました。ありがとうございます。あれ、マムシが。マムシ。そうなんですよね。そこちょっと気をつけて。はい、わかりました。どうも。ありがとうございます。フランクス、あれどこにいる、誰、ん、真正面、真正面、あっち、あいつじゃね、いつもの子かな、あの腹大きかったって言った、あついてくる子よ、うん、あ、カナブの時にそうふんってきた子ね、そうお前ね、お前誰なの、かわいいね、まぶしいね、なんか毛綺麗なんだよね、めちゃくちゃ綺麗、汚れてないんだよね、うん、道案内かな、道案内だねこれね、めっちゃほのぼのするんだけどこの絵これサムネにするか、そっち行かないよ、こういうの楽しいね、ここら辺とここら辺あるじゃん、こういうなんかすごいじゃん、うん、なんか、うん、これか、あっちの湖の向こう、湖面、うん、を定点してくれっていう話が結構あったんだよ、なんか沼っぽくていいね、そう来てる、落っこっちゃうよ、ここからだね、うん、うん、向こうだからこれ、ここの全体図を撮ってほしいって、撮ってほしいね、あ暗いかな、暗いな、こっちだと、そっちだとまだ暗いんか、うん、ちょっとあれ明度いじくればいい感じになる、俺まだ来てんの、そうなんだよ、召喚獣か何かかな、うん、眩しいね、ごめんね、じゃあ目的の方とりあえず行くか、本当やめて、そういうの怖いかな、道草を刈られてるね、ちゃんとね、整備されてる感じはあるね、猫はいます、いる、さてさてどうするかだな、向こう見える、こんだけやれば見えるんだな、うん、カメラの明るさと、いん、うん、色彩の調整どうすっかな、とりあえずいいか、ね、うんうん、うん、でもあの小さい穴と、はいはい、まだ大きい穴があるんですよ、向こうにですよね、このでかい穴今見えます、まあボーボーですけどね、今ちょっと道行ったけど、ね、結構あるんですよね、ボコボコ穴が、そうですね、ここはあの100穴よか、なんか規模が大きいらしいんですよ、うん、はい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 、ただ発掘されてないっていうだけで、なんかあっちにもこっちにもあるらしいんですけどね、あとこの山の裏側には戦時中の穴もあるんですよ、防空壕、防空壕みたいな、なんか
すげえ。それってここって行ける場所なんですか？行けますけど、やっぱり同じようにもこんな感じ。ああ。山登ってくんかな、これ。今ライトチェンジするか一回電源切って。じゃあリウムキューバあと2、3個買ってもいいかもしれない。置けるからポンポン。うん、1個私にちょうだいよ。まあ1個1万6000円ぐらいするの。ありがとう。高そう。今から神社はそっち側なんだ、山の上。あ、そっち？そこの山の上にあるんだ。こっち側？でもこっからこういう道だからですか？俺がここのさ、正月に来た時に、の奥の方で変なもん見て帰ってきちゃったじゃん、俺。うんうん、あそこね、古戦場跡なん、跡地なんだ。あ、そうなんだ。でっかいのいる。やだ。と。やだ、なんと突撃してくるの。と。本当やだ。本当やだ。おお、びっくりした。本当にやった。まず、でっかい蚊みたいなの、本当嫌いなんだよね。長いやつでした。そう。で、そこの古戦場で、湿地帯になってて、うん。まあ、何が起きてもおかしくないような場所。うん。話的にはね。うん。うん。疲れた。なんかびっくりした。一度止まりそうなった。もう、10回以上に分けてさ、うん。8兆個網羅するか。網羅したいね。いいんじゃない？そう。こっちを見た。迷っちまうよ、こんなんじゃ。神社。本当だ。神社どこ？あ、本当だ。で、ここは写真に写んないっていう祠？やってたね。うん。危ない。もうカメラ壊さないでよ。ちょっと私跳ねた。跳ねた？うん。木の根っこに。写真に映らなかった神社。違う、社か。もふもふする。ちっちゃい犬。キツネかな。なんかいっぱいいる。
なんかちっちゃいね、狐みたいなのがいっぱいいたよ。裏でしょ。うん。うん、滑りそうだな。気をつけて。136のツイートしてた。今かよ。ここからずっと階段ね。あれでしょ。なんか崩れかけの危ない階段でしょ。あの神社の鳥居のところに出る。うん。ベトベトじゃなくてよかったな。よかったね。一段がさ、バラバラなんだけど、幅たまに一段2センチぐらいのところ。あー、またいる。やだ、やめろ。めっちゃ来るよ。なんで？明るいからでしょう、これ絶対。光に集まるからな。え、なんで鳥のところに行かない？そっちの光量があからさまにでかいからさ。マジ危ない、この何階段。いいぞ。落っこちるかね、階段から。そうだよ。よく落ちてんじゃん。なあ。クロックスで。そう。危ないな。気をつけて。うん、これ。あ、着いたよ。着いた。あ、本当だ。めっちゃ照らされてる。どっから行けばいいんだ。もうちょっと先行くか。YouTube は聞いてる？平気？ついてる。ついてる？ああ、やばい。わかんない。消えてますね。あっす！消えてますね。消えてる。よいしょ、消えてる。回収頼む、そっち。じゃあ、足拭くやつちょうだい、後で。うん。キュープめっちゃ熱いんだけど。うん。やけどするわ、これ。オッケー。こっち止めまーす。やば。一生に不祥。私もやろう。行っちゃうんだけど、私やらせてくれない。136の、ラーメンの、うん、とか、まずそばの残り汁あるじゃん、うん、あれでご飯食べたい。食べたい。商品化したら確実に売れるわ。売れるね。確実に売れる。超うまいからね。背脂飯みたいなね。ああ、うん、最高だよね。最高だ。今度は上の方行こう。あの、うん、変な道、万全の歩ける装備で来て、うん、行くか。今日ね、あのちょろっと定点して帰るつもりだったからね。そしたら上行っちゃったんだよね。そうなの。疲れたな。
夜食が食べられる気がする。動いたから。うん。はい、じゃあこの辺で。はい。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。大量船長。はい。またねー。